アシミゴイタは、マリ共和国の軍人。現在、同国の移行政権大統領。2020年8月軍事クーデターに伴い、樹立された移行政権主犯として、原子核のマリ国民救済委員会委員長、移行政府副大統領をそれぞれ務めた。マリ共和国軍将校の息子で、マリ軍事学校で教育を受ける。下記の軍事幼年学校及びクリコロの、 総合軍事学校で修学。アメリカ合衆国、フランス、ドイツから軍事教練を受け、アメリカ陸軍特殊部隊と共同した経験もある。マリ軍の特殊作戦部隊で、マリ北部紛争時には武装放棄集団との戦闘に従事していた。マリ軍の特殊作戦大隊である、自治特別大隊で大佐を務めていたゴイタは、現職のイブラヒム・ブバカール。 ケータ大統領の辞任を求め軍事クーデターを引き起こし、ケータ政権を打倒。2020年8月18日に記者会見を行い、自らがケータ大統領を拘束し権力を掌握した主犯であることを表明し、新たにマリ国民救済委員会委員長となった。同年9月21日に移行政権大統領にバヌダウ元国防大臣を指名し、自らは、 以降副大統領に就くこととなった。25日に就任宣誓ヌダウ以降大統領は5月24日に内閣改造を行ったが、自身への相談を行わなかったことを不服とし、翌日にヌダウラを拘束した。26日には、ヌダウラが辞任を表明し、自らが暫定的に以降大統領に就任。28日、憲法裁判所によって、 コ降大統領に任命された。6月1日には、ショゲルコからマイガを暫定首相に任命。6月7日にコ降大統領の宣誓を行って、正式に就任し、同日にマイガを正式に首相に任命した。ありがとうございます。